どうも、マキロンです。今回なんですけども、今回はね、日曜日の魚市場にやってきました。ただね、今現在めちゃめちゃ土砂降りが降ってて、ちょっと撮影ができるか心配なんですが、今日は結構魚がたくさんいると思うので、今回も僕と一緒に存分に市場巡りを楽しんでもらえたら嬉しいです。そして僕の動画では日本一魚市場に特化する動画アップしてるんで、ぜひお魚が好きな方、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も楽しみいただきましょう。あ、私黙ってばっかりやんじゃん。いや、こっそりもう邪魔にならないように撮影してるんで。今日この雨でなんか祭りやるんですかね。俺もやろうな、そこまでやろう。いや、確かになんかテント立ってましたもんね。そう、ワンセン借りたと思う。タコ早いもん勝ちだよ。今日ないよ。早いもん勝ち。もうだから昨日僕インスタグラムで投稿したらみんな買いに行くとか言って、そうそう。そうただ今日雨だもんでね、もうなんなんこれ。はい、いらっしゃい。私取って初めて北海道だったよね。あ、マジですか。多分どっかの料理屋かなんかの販売だったよ。ああ、はいはいはい。だっていつも洋食だもん。やっぱり洋食は洋食だもん。全然外から食べたい。あー、なるほどね。いや、安かった。もうすぐ売れちゃった。特。この星からちっちゃいけど結構厚みありますね。あ、そうですね。厚みある厚みある。これいいな。うん、昨日は天気持ってくれたもんよかったけど、もうなんで今日もね頑張ってくれんかなと思って。ほんとほんとこれね。打法しかもいいけど。いやこれでかいのはでかいけど厚みがやばいですね。うん絶対乗らん。これは初めて見たこのでかさ。すげえ。今日の目玉商品。ああいいですね。これ確かにでかいわ。最近八角うまいっすよ。あ、特に塩焼きがうまかったっすね。うん、刺身もうまいっすけど、幻のオシガレイってやつだな。そうなんですよね。ちょっと今日少ないですね。今の時期的に安いあれなのかな。あれがね、なんかうまいとかスルッと買える時とすごい高い時がある。全然違うんだ。はい、いらっしゃい。ああ、なるほどね。宿刈りなんだ。ただいまってことで、今回も市場を回ってきたんですけども、今日も雨が降る中、たくさんの方お声掛け、本当にあらす。そして今回はね、船は出てたんですが、魚が全然取れなかったみたいで、まさかの昨日より魚が少なかったです。ただ今日はね、僕も初めて見るほど大きな、巨大なニベが販売してました。いや、ニベはね、僕自身まださばいたことなくて、結構ニベは美味しいって聞くので、僕もいつか手頃なサイズを見かけた際は、さばいて姿作りにしたいと思います。そしてね、今日はそもそも魚が少なかったんですが、その中でも今回生きた干しガレイと、池の内輪エビを購入してきました。やっぱりね、魚が少ないなりにも、いかにその中でもベストな魚を選ぶのか、魚市場の楽しみ方の一つなので、ぜひ皆さんもね、雨が降っても、最高の市場巡りを楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれて、本当にあらす。これからも毎週市場の情報をじゃんじゃん投稿してきますので、コメントや高評価、そしてね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。